じゃあ今日はまたスタッフの方がですね、うん、あるものを調査してほしいということで、ほう、レビューをやっていきたいと思うんですけれども、はいはい、こちらですね。もういきなりですけれども、出た蒙古タンメン、うん、蒙古タンメンのカップラーメンと、うん、お店に出てくるちゃんとした方、ほう、まあ、今回は正直ウーバーにしましたけれども、うん、どちらがうまいのかっていうのを調べてほしいというふうに言われまして。なるほど。なんでっていう話です、ね。まあまあまあ、自分で試したらいいじゃない、休みの日にっていう、まあまあ、ここまででかかったんですけれども、それをやっぱ抑え込んだ理由が、はい、俺一番好きな食べ物でした。一番好きな食べ物でした。もう本当に俺の胃袋が基本的にセブンイレブンのもので構成されてた時代、あああったね、数年前、うん、その時にやっぱ一番うまかったんだよな。そうだったんだ。めちゃくちゃうまくて、もうすっごい買ってた。へえ。でやっぱりあの時のやっぱ一番のフルコースっていうのがカップラーメンにおにぎり、うん、おにぎりを口に含み、うん、そこにまあ液体を流し込むという、はいはいはい、数年ぶりに、まあじゃあちょっと行ってみるかと、その試してほしいって言うんだったら、あと気になってた、これに余ってる段階の時はお金もないから、うんうんうん、もう店もなんかあんま行けないから、うん、はいはい、結局試せないまま、もう今お金持ちになっちゃって、もうと同時に胃が死んでさ確かに思ってたんだよね、うん、めっちゃよく行くやつらいるじゃん、店とか、うん、行くね、うん、なんか蒙古タンメンとか二郎ラーメンに対して過剰なまでのアイデンティティを持ってる人いるじゃん。ああ、でもなんとなくわかるかも、うん、はいはい、そんだけ言うってことはみたいなのが、うん、もう今日やっと決着つきます。なるほど。はい。だけども、うん、俺はまあまた別の事情でちょっとね、どれだけ食べれるかわからないけど、うん、はい、まあこういう機会をやっと設けれたので、はい、調査していこう。なるほど。あ、いた。はい。な、怒ってますか？なんか蒙古タンメン好きなアイデンティティを。ちなみに、はい、宇治原がこのカップラーメンめっちゃ好きっていうことですけども、はい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 、全国的にもそうらしくて、去年のセブンプレミアム商品で一番売れた商品。うん、あ、そうなんだ。すごいね、やっぱそうなんだ。ということで、まあ、本当にそれがうまいと思ってる人がめちゃくちゃいるということで、うん、店とどっちがうまいかっていう。なるほどね。はい。すごくない？だってもう、多分だけど、うん、その多数決で言ったらもうこっち勝ちだからね、多分。まあそうだね。だってお店での売り上げてるその配数よりコンビニの方がとんでもないはず。それそうだね。うわぁ、もう本当に懐かしい。で、はい、これは俺はもう途中から怪しくなってきた時、うん、これずーっとこれをつけてなかった。我慢して、これはやめ、これ、辛うまオイルっていうやつなんだけどね。うん、やっぱこれが正直肝なんだと思うんだけど、これをもうやめてた途中から。胃の調子いい。うん。いや、そうなんだ。でもうまいんだよ。でもうまい。なしで食ったことないわ。あ、そうなんだ。うん。下手すぎんし。そんなやったらこれ。俺もびっくりしてる。そんなんなんか思わなかった。見てください。やっぱこの豆腐がね、そそられるんですよ。そうね、これね。この豆腐すごい嬉しいね。具がしっかり入ってんだよね。うん。あとこの、火薬もうまいんだよ。火薬うまいよね、これ。うん、スープとともに。本当に結構パーフェクトだよね。じゃあこれちょっと行ってみましょう、早速。行きましょう。はい。じゃあ待ちましょう。うん。じゃあ待ってる間もちょっと気まずいですし、二人っていうのも。うん。変わってる YouTuber だから。おう。うん。じゃあこの間炎上理由を当てるみたいなクイズやったんだけど。ああ、やったね。うん。その時のお前の意見とか結構、あ、探偵みたいですごいっていう意見あったんで。うん。ボツになったクイズやる？じゃあ。あ、やりたいやりたいやりたい。あ、そう。うん。すごかったからね、お前のやつ。うん。あれなんかすごい出てきた。どんどんどん出てきた。ちょっとまあボツになったりとか、なんかそんなこの素材自体がいいかわかんないけど、うん、まあこれね、この写真ね、はい、が炎上したんだ。はい、これが炎上した、うん、え、単純にあれじゃない？公共の場で、うん、キスなんてエロい行為を、エロい行為、ほっぺとかならいいけど、その唇同士のキスを公共の場でやるなんて、うん、公衆挨拶じゃないけどみたいなとこじゃなくて、まあ子供のキスの仕方がガチすぎて気持ち悪いので炎上したんですけれども、うん、いやでも坂本さんの意見も、うん、ほぼ正解というか、正解か、ニュアンス的に正解はいはい、まあそうかもそうかもすごいね、すごくない、すごいスピード出てるねえ、これ見て本当にうわ、エロいことしてるって思ったんだ。まあまあまあじゃあ今週までキスしたことはない、お前は。いやな、でもないかもね、堂々と。普
通にデートみたいなのでしたことない。あ、でも一回あるわ。どこで？あそこの明治神宮前の、うん、あの神社でっかい、うん、あそこに初詣で、うん、明治神宮のことだよ。明治神宮その前にでっかいの競合明治神宮ローソンも立ったみたいな。違う違う、明治神宮に、うん、その年越しの12時になる時にあの初詣で彼女と二人でこう並んでて、うん、でそれであの並んでる際中に「あ年越しました」って周りになった瞬間に二人でチューした。なんかキモ時期的に俺が多分ネタ書いてる時にどうするでしょじゃあ行きましょう。あーうまそうこれ。あーそうだね。いや一回入れないバージョンもう本当にうまいんだよってことでちょっと確かめてもらえる。うわめちゃくちゃいい匂い。そう懐かしい。おーなるほど。どう？うまっ。うんうん、全然うまい全然うまいね。あ、全然うまい全然うまい。じゃあこれ入れてみます。うん、じゃあこの辛いのも辛いのも入れて辛かった今中へたのも入ったはい、じゃあこれいきます。いやちょっと危なそうだな。この一口でも正直危なそうだけどもしょうがないな。まさしく入れた方がうめえわ。うん、あ、入れた方がうまいな、うん。あ、うまいわ、うまいけど、ほんと食ったらもう終わる。うん、うん、めっちゃうまい。でもうまいんだ。すげえうめえいやちょっとすごいな、食いてうわー羨ましい。ちょっとお前がいっぱい食うとこ見せて。いいよ、うん、もういいよ、もうう, わ羨ましい、本当にもう一回食っちゃおうでもこうやって本当ちゃんとね、このねキャベツもキャベツだかなんだかわかんないけどもう一緒に食いたいんだよ、ね、うん、美味しい。おいしい。めっちゃうまい。うまいんだ。でも胃が反応してる、今ゲップみたいなの上がってきたの。うわーうめえ。すげえ不思議な状態だ。なんて言っていいか笑ってもいいのかも分からない。なんか不思議な状態。あやむつを、うん、かわいそうでいいよ。かわいそうでいい、うん、かわいそうでいいんだ。かわいそうだろ、だって一番好きなもの食えないんだぜ。辛いっていう理由で、まあ、いいのかな、そういう人。アレルギーの人とかでも前いたな、エビ大好物でエビアレルギーの人。マジか。あれ教えるっけ。いや俺アレルギーやけど甲殻類は。へえ。そうなんだ、食ってうまいよ。それはうまいうまいうまい。関係ないんだ、アレルギーとか関係ない。味はうまいんだ。そう、あの食ってるそばからうまいと思いながら痒くなってくる。全く同じ感じよ。はい、じゃあもう味は分かったね、うん、こっちの方の。うん、分かった。俺はうまいわ、やっぱよく食います、これは。美味しい。じゃあそっちの本店の方をウーバーで頼んで麺茹でるとこからね。はい、えらいえらい麺すごい。麺がやっぱあ似てるね、やっぱ。麺系のウーバーはね、もう作られた状態ので来ると、もう本当に残飯食ってるのと一緒ですからね。残飯まで行く、うん、本当だよ。だって、一回ウーバーしか頼んでないラーメン屋の直の店行ったら、なんか違うものを食ってる感覚。あ、そうなんだ。そんな人落ちるんだ、やっぱ。大体どのぐらいなのかな ?3 分半。3分半ぐらい。はいはい。じゃあさっきの、ボツまだあるから、それやる？あ、やりたい。この普通のガッキーの、スイッチの。炎上したの？炎上したんだよ。わかった。早いんだよこの体勢はすごく背骨に負担がかかる体勢だからこれを子供が真似したら姿勢を崩す。お前すごいよアンチのリーダーになるものすごいね。よくこれ見てすぐ背骨の話できたよなかなか出てこいよ今のスピード。そうなんかちょっとまあ納得もいくというか、まあ、変な話。正解なの？正解はガッキーだけで任天堂は何もしてないだろ。ガッキーが可愛いだけじゃないかみたいな。なんだそれ。でもそれが広告だろっていう話もあるけどね、うん、ああ、うん、俺炎上したんだ。そうそう、クリエイティブだね。クリエイティブなのお前でしょじゃあ店バージョンが来ました。うまそう。おお、うまそう。めちゃくちゃうまそう。うまそう。あ、うまいわ。絶対うまいぞ。麺がカップラーメンやつ似てるね。似てる似てる。うん、あ、よさげよさげ。おー、具がすごい入ってるね。おー、あ、これが本当の豆腐なんだ。うまそうじゃん。肉もしっかりして、うん、
やっぱね、このね、チゲ鍋も好きなんだけど、もやしがすごいよな。あ、確かに、じゃあ、チゲ鍋系好きだよね。好き。ああ、好き。そうだ、そうだ。じゃあ、行きます。うん、食ってみて。うまいよ。うん。ちょっと食ってみて。うん。俺は食ったことあるけどね。いきます。せーので、どっちがか言う？うん。カップ麺だったら向こうの。美味しかったらこっちだったらこっち。せーの。あ、そうなんだよ。だよな。うん。で、俺の理由から言うと、言って。もしかしたら一緒かもしれないんだけど、うん、もうダメだよね、一緒だと。そのコンビニよりは相当勝ってないとって思うんだよ。うんうんうん。なんかこっちの方がすごい味噌感が強くて、うん、確かに、ね、味噌感が非常にカップラーメン出てるんだが、なんか味が締まってない。なんかさ、カップラーメンのがなんかね、こっちがね、ぼやけてる。そう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 、うん、鋭い、カップラーメンの鋭い味が食べれる。なんかあるのかもよ、ちょうど辛す、うまくちゃんと引き立てられてるというか、うまみが。あー、はいはいはい、やっぱカップ麺の方が食いながら、こう、うん、まあ、辛いなーもありつつ、あ、でもうめーなーって、うん、なんだよ、うん、うまみ、うん、こっちはぼやけちゃってたな。そう、ぼやけちゃってるっていうのがなんかすごいピンとくる表現だと思う。え、これを食ってんの、普通の人は。これがメイン。だって他にもいろいろあるんでしょ。あります、いろいろあります。だけどこれがやっぱ一番普通に人気なんだ。そうですね。一回そのフェアに行きたいからさ、ちょっと食って差があるのか、その店のやつと。あ、これすいません、店のはもっと前ですとかあるんだって、それ教えて。ほぼこれですね。あ、大丈夫。うん、まあもちろんより出来たてだし、はいはいはい、とかの若干の差はあるだろうが、別に大きくずれてはない。大きくずれてないです、ほぼこれですね。じゃあよかったな、一瞬店で撮ろうかなみたいな思ってたんだけどさ、うん、店前でこんな空気今回あの蒙古タンメンの他の2品も買ってきてるんで。ああ、そうなの。2品です。それもちょっと食べて店の他の商品と総合でちょっと比べてみる。なるほど。うん。ということで、あの味噌タンメンと、うん、北極ラーメン。あ、北極よく聞くし、北極バージョンも出てなかった一回、カップラーメンで。じゃあちょっとそれ作ってみるか。うん。じゃあもう一個はこれ。これ炎上したの？うん。え、これ炎上することあんの？え、わかった。早っ！え、やばいやばい、合ってるかな？あるそんなこと。いやだから、この名古屋っていう看板を釣ってるものが棒2本でしかないから、うん、こんな弱い支えじゃ取れた時に下にいるのは怪我する。もうすごいじゃん、お前。日常で怒りに満ちていってる。いろんなところに、お前。ちなみにこれ俺がトムブランで名古屋に行った時に取っただけの写真。炎上なんか起きてるわけないよ。世にも出してないから、お前。そうなんだ。怖っ、これ見てパッて今のスピードで思うんだ。いけた？出来上がりました。おい、じゃあまずはこちら。こちらは辛さ抑えめの味噌タンメン。あー、これはこの間りょうたんこの間行ったっつって、うん、わいいなって言ったら、でも味噌だったら辛くないからいけんじゃないって言われたけど、多分これだな。うん、そうだね。じゃあこれちょっと行ってみるか。行ってみましょう。まあパッと見は一緒ですね。うん。でもこれはあんまり豆腐とかは入ってないんだ。麻婆豆腐がこっちは全くかかってないです。へぇー、そして赤みがないね。麻婆豆腐がかかってるの、そもそも蒙古タンメン。そうなの？そうだよ。あ、そうなの。それを知ってなかったわ。これ宇治原もしかしたら。いやでも、もしかしたらって言いたい気持ちばっかけど、食えるようになってるだけで、うん、俺別に辛いのが好きだからね。まあまあ、そうかそうかそうか。辛くなくなってるだけで、美味しさは俺の中では下がってんだよ。そうかそうか。ほんとかわいそうじゃないか。なんかそう思っちゃうな。じゃあいただきます。はい。もりもりいく。おー。まあやっぱさっきのシンプルの方がうまいな。別にまあうまいけど、単純にあの感覚で食ってると弱まっただけ。ああ、辛みがない分。うん。ちょっと俺も食ってみる。うん。初だ、味噌。麺は味噌。これはもうちょっと違うわ。あ、違うんだ。うん。ああ。
本当に同じことを言いたいです、うん、なんか物足りない、この流れで食っちゃうと物足りない、辛くなくなった、うん、やつっていう感じだよね。この味噌を食うなら他の味噌をご了承する店に行くかも、俺は。なのかな、うん、確かにね、物足りない正直、うん、うん、改めて本当に店舗じゃなくてよかったけど衝撃映像多分ここに鉢巻きの人立ってるから、物足りないこれだったら味噌の方行く。そしてはい出た、あ、もうダメダメこれはもう本当に俺でも正直ちょっと胃のこと心配したもん、これはね、うん、もうなんか本当包丁を飲むのと一緒だよ、これじゃあ行く？ちょっと行ってみてほしい。で、こっちの方は豆腐とかそういうことじゃないんだ。もう辛さ特化型みたいな。ほんとだ。で、ある意味さっきの流れで言うと、うん、あの流れで食うと弱かったがないからね、これはもう辛いから。ああ、そうだね、そうだね。うわぁ、ダメだ。赤さ見て言わない。だってさ、もうなんかこの赤いのがなんか、主成分として、ほら、赤い領域多すぎない？ほらほら。いや、これちょっと。ちょっとどんなもん、一口だけ。いいけど、もう本当にめんどくさくなるぜ、今日一日もう本当にもう行くで、じゃあ、うん、ちょ、行ってみて、感想気になる。あー、もう匂いがやばいわ。え、これって辛さの段階とかあるの？ちなみに普通の蒙古タンメンが5で、うん、さっきの味噌タンメンが3、うん、で、これが9です。9だ9だ。じゃあ行きます。結構辛いね。辛い。結構攻撃力あるわ、これ。あるんだ。でもすごいわ、やっぱ旨味も感じる。旨味も感じる、すごいわ。うん、辛いけど旨味も感じる。もう何も出てくれない。いい、言って。いい、うん、俺言っていい。普通に食事みたいにたくさん食べる。ちょっと普通にルーをやってみて、なんか一口で判断してるから。確かに確かに。で、しかも結局二郎ラーメンとかもそうだけど、結局中毒系じゃん。うんうん。そのバーって食ってるとどうなる。で、カップ麺バーって食った時思い出し、うんうん、うんうん、あ、でもね、これうめえかも。あてか正直、俺もう今まで絶対ね、蒙古タンメン本店に行くと絶対に蒙古タンメンしか来ないんだ。うん、からそこの急に岡田敏夫みたいな喋り方僕はね、そうしか食わないでも堀江もんはね困っちゃった。いや、でもこれ俺結構なんか食ってる人周りにいるから、うわ、よく辛いもの好きのなんか変わり者、周りにはいないだろ、友達いないんだから友達いないだろいや、でも気づいたかも、これ食う人の気持ち分かったかも。爆食いしたら分かった。分かった。なんだろ、あの味がものすごい旨味が凝縮されてる、これ。ペヤングとかのなんかカレーだけとかじゃなくて、やっぱそうなんだ。味噌のものすごい濃い旨味のある味噌の味がする。俺それ思ったら、今一口食って、一口食うともう旨味が消えた頃にもまだ辛さが残って、はい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 、だけどもう常時食っていけば旨味がずっといる状態じゃん。ってなると、やっぱそれと相まってうまいんじゃないかっていう、うん、すごいね、俺って。あ、そういう話。そう思った。そうなんじゃないかと出ちゃいましたね、的確芸的確芸、うん、いや、でもこれ蒙古タンメンさん的にも嬉しい言い方をしてると思うよ。うん、やっぱ一口は判断しちゃったけど、バーって食ってるのがうまいじゃん。そうそうそう、まさしく。てか本当そうだよ。だって最初のさ、カップラーメンもさ、おにぎりと一緒にこう混ぜ込むみたいなけども、うん、ずーっと満たして点滴にしときたいんだから、ずーっとずーっと味しててほしいんだわ。それだ、やっぱ。ああ、だってめちゃくちゃうまい時ってほんとすぐ口に入れたいもんね、どんどん。うまい、うまい。え、じゃあ順位お前をつけると、今のやつで言うと一番ノーマルと、味噌と北極だった。北極だな。ああ、そうですか。うん、びっくりした、うめえこれ。俺はもうダントツで1位カップラーメンの、うん、2位が普通バージョン、うん、3位で味噌、4位かな、ですわ、ね、結果的には絶妙だよ、バランス。じゃあということで、やっぱコンビの相当うまいっぽいから騙されたと思って、まあ、1回聞いたことあると思うから試してみてください。うん、蒙古タンメンの北極の写真が炎上。これなぜ炎上？これ
赤さがすごいマグマを連想させて、すごいこう闇に引っ込まれちゃう。いやいやいや、どういうこと。じゃあマグマ写真が炎上するだろ。急に弱いじゃん。